ちょっと時間がなくなりましたので集団的自衛権についてお尋ねします。ちょっとね、先ほども議論がありましたんでね、あまりこの意地悪なつもりで申し上げるわけじゃなくて心配して申し上げるので、ちょっと太田大臣にですね、お聞きをしておきたいなとこう思っております。まあ、昨今ですねニュースになりましたんで、公明党の山口代表、井上幹事長、また漆原国対委員長等がですね、やはりまあこの政府のこの、解釈を、集団的自衛権の解釈を変えるにあたってはですね、国民的議論が必要だと、閣議決定の前に国民的議論が必要だと、そしてまたさらにですね、井上幹事長は、近隣諸国の理解も必要だと、こういったお考えを述べられております。先ほど民主党の質問家でもですね、そういった議論がありました。しかし私心配しておりますのはね、やはり、与党が態度を決める前にここに持ち出されてもですね、議論がしようがないんですよ。与党がきちっとですね、立場を明確にしてもらうということを通じて野党が質問できるんですね。ですからそういった意味ではですね、総理が先ほどお答えになったこともですね、私は頷けるものがあると思ってるんですね。で、そういった意味でですね、与党の立場として国民的議論、与党が立場を決める前にまず国民的議論だっていうのはちょっと違和感があるんですよ。与党が決めてからですね、国民的議論じゃないかと、こういうふうに思うんですね。そうでないと責任ある答弁できないと思うんですね。そこで太田大臣をお聞きしますけれども、太田大臣もですね、先ほどの岡田さんの質問のようにですね、閣議決定の前に国民的議論が必要だと、こうお考えなんでしょうか。私は、再三ここでも述べておりますが、このまあ集団的自衛権あるいは安全保障、これらの問題については今安保法制根で、論議をしているという状況にありますから、その論議を見守るというのがまず現段階で、私が取っている姿勢であり、また総理のご答弁も常に安保法制根の議論のを深まるということを期待するという趣旨の答弁だったというふうに思います。まずはそこを見守っていくというのが全てだろうと思います。山田君。まずはそうなんですけれども、やはり国民が関心があるのは公明党さんの幹部の方々がそういうご議論をされているので、閣僚に入っておられる太田大臣はですね、一体どういうお考えなんだろうかということは誰でも関心持つんですよ。ですからやはり国民的議論が閣議決定の前に必要なのかどうかということはですね、ぜひお聞きをしておかなきゃいけないとこう思っております。それからさらにですね、井上幹事長は近隣諸国の理解も必要だって言うんですね。さて、自分の防衛政策を決めるのにですね、なんで他国、特にですね敵対している他国のですね意見を聞かなきゃいけないんですか。逆でしょ、聞いたら逆になりますよ。それはダメだっていうに決まってるんですよ、そんなのは。だからダメだということはやらなきゃいけないんです、むしろ。そういう意味でですね、これもですね、これは井上幹事長の、私も資料を持ってますけれども、会見なんですけど、このことについて、太田大臣はどうお考えなんでしょう。井上幹事長の一つ一つの発言という真意と、またその膨らみ背景ということについては十分、存知しておりません。しかし、おそらく論議を広範囲で深めていくということが大事だということが一番大事な主眼での発言ではないかと想定します。山田君。いや、諸外国の、ね、理解を得て決めるなんてありえないですよ。我が国の防衛ですからね、それは。それは明確に反対してくださいね。どうでしょう。よく熟慮して判断します。山田君。委員長。小松長官がですね、新聞のインタビューにおきまして、総理が最終的な内閣の憲法解釈の判断の責任者は私だと、私その通りだと思うんです、これで、何の違和感もありません。で、もうそれが内閣の責任ある姿勢だと、こういうふうに、考えております。